ポルトガル一部の FC ポルトが6日、リバプールに所する24歳のセルビア代表 MF、マルコ・グルイッチ、レンタル移籍で獲得したと発表。今シーズン、リバプールはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1、月無料お試し実施中。クラブの発表によると、1、間のレンタル移籍だという。背番号は16番を起、することになった。リバプールは、グルイッチ、完全移籍を望んでいたようだが、ブンデスリガのクラブから届いたオファーは、希望額に達さず、最終的にポルトへ、レンタル移籍させ、ことにしたと、A メディア、BBC が伝えている。グルイッチは2016年1月に、セルビアのレッドスターベグラードからリバプールに完全移籍。その後、レッドスター、カーディフシティ FC、ヘルタ、ルリンへの期限付き移籍を繰り返した。2019-20シーズンは、ヘルタで公式戦31試合に出場し4得点にアシストを記録している。レンタル期間が終了して、バプールに復帰すると、今季はリーグ杯2試合1得点決めていた。両。